あとキックボクシングも、はい、全部、本当全部やってきましたね、はい、その中でも特にやっぱりボクシングは強化された感じですか？そうですね、今までももう MMA 始めたとは思えないぐらいという評価をそれぞれ出てきて、はい、でさらにあのボクシング技術がついたらっていうお話を昨日ちょっとテレビでやったら見たんですけど、はい、もう自分ではどんな感じですか、打撃は。まあしっくりは来てますね、自分的に。あ、じゃちゃんと自分の間合いも分かってきてるし、打つタイミングもちょっとずつ分かってきてるんで、まあ完璧とは言えないですけど、もう試合ではちゃんと出せるような感じなので。特別に前よりも打撃の勘というかコツが自分の中で入ってきた感じですか？そうですね、ありがたいことに。さっきあの、ミュウさんがずっと走り込みを結構やってたってお話した。走り込みましたね。沖縄ずっといい天気じゃないですか。ずっと走り込んでましたね。結構きつい。きついですね。しかもボクサーと一緒に走ると、まあボクサーの方が足やばい、速さやばいんですよ。もう本当追いつけないぐらい。だそれに必死こいて追いつこうとしてもうすぐバテるし、普段よりきつく感じたっすね、今回の走り込みは。まあ、最初の方はあのちょっと前にあのタイとかでもずっと、はい、あのヒットさんと練習されたと思うんですけど、今回はヒットさんとどういう感じで練習されたんですか？どういう感じで？厳しかったですか今回？もうずっと厳しいですよタイからでもあれがなきゃ強くなってないんで、自分はいいムチをいただいてます、はい、今回もじゃあ厳しい感じで、はい、いただいてます。で、対戦相手の先ほど所選手っていう話してたんですが、所選手の対策などってどういう風な感じですか？見てください、試合を。試合やっぱ行っちゃうとね、サプライズがちょっと半減しちゃうんで、うん、これだけ言ってください。所さんの心を折りに行きたいんで、自分は、うんと、あ、やべえ、アーセン君に何もできねえって考えてほしいんで、それなりに準備はしてきてる。試合で見てください、うん。で前回も デビュー戦も前回も、まあ、ジャーマンやったりとか結構びっくりするような技を出すんじゃないですか、うん、で今回も、まあ、もちろん先ほど、まあ、試合見てくださいってことなんですが、はい、そういうのもちょっと考えたりするんですか？あれ実はそんな考えてなくて、その場その場であこれいけるな、あこれやってみたいなっていうのがファンファン頭の中に出てくる。神様からの言葉だと思って自分はやっぱそんな狙ってやれば狙うほどやりにくいものはないし、でもちゃんとベースの作戦は落ちつつちょっとアドリブ入れながらやりたい。ありがとうございます。作戦はあれですけど、所選手は経験豊富なんで、あの回転台にいつの間にかはまってしまう選手もいるんですけど、うん、そこにはまらないこう自信になってます。そうですね、ちゃんとマインドをコントロールして、うん、自分の本当焦らずにやれば絶対大丈夫だし、うん、ちゃんと気を抜かないことですよね、最後までずっと同じことを自分に言い続ければ大丈夫かなと思います、うん、その冷静を保てるということは、その自分の引き出しも増えたっていう。そうですね、すごい増えましたね、うん、だし、多分所さんも多分自分みたいなタイプあんまりやってないと思うんで、うん、そのルーティンの、彼のルーティンの中でもちょっと少なめの人間だと思うんで、自分は。でも所さんもやりづらいと思う。ここでヒゲはイメージチェンジ。いや、これは実は前回は剃っちゃったんですけど、自分ロッキー4が好きなんですよ。あで、ロッキー4山小屋でやるじゃないですか絶対ヒゲ剃んないんですよ。で、計量の日っていうか試合前、試合に出てきた時に初めてヒゲ剃ってる姿見えるんですよ。それにちょっと前から、昔から憧れてて、レスリング時代もそれやってましたもん、ちょびヒゲなのにはい、だから今回も計量終わる日まで伸ばして、試合の日も綺麗に剃ってこようかな。
っぱりあの汗選手に、所選手が、まあ、会見で汗選手に勝ってキッドとキッドさんとやりたいっていう話したことに、先ほども話がありましたけど、ちょっとそういう踏み台されてるような、そう、それは腹立たしいディスリスペクトな言葉はないと思うんですよ、選手に与える。だってやっぱ自分は先のこと考えないで、所選手って相手に全力を尽くして全力で練習してきてんのに、なんで自分の後ろの人を見てんのって、なんかそんな失礼なこと、まあそんなきつい言葉では言ってないですけど、意味としてはあんなね、失礼なことは言えないと思うんですよ、選手に。だからまあ冷静にカチンと来てて、その姿勢で組んだ、だったら俺はノリさんのところまで行かせないよって気持ちでいます。俺を舐めてちゃ痛い目合うよっていう。それは、その話っていうのは、所選手はそう言ってるっていうのは、キッドさんにも耳が入ってる感じだったんですかね。あ、入ってるですけど、別に気にしてなかったです、うん、大丈夫でしょ、アーセンで止まるからみたいな。だからそのありがたい言葉を絶対に無駄にしないように、自分が持っているもの全部ぶつけてやろうかなと思ってます。そのまあこの大会、まあ、年末の大会ですけど、まあ、去年は結果が出せずの形でしたが、はい、やっぱりそういう大晦日で勝つみたいな、もう自分的にも結果じゃないんですよね。もうとりあえず所さんに分からしたいっていうのが正直自分の中であって、まああの言葉聞くまでは大晦日で絶対結果残したいとか思ってたんですけど、まあ勝つことは結果だと思ってるんですけど、自分的にはその勝ちより所さんに、やべえアーセンって強かったなって思っていただければいいなと思います。ちゃんとリスペクトを持ってるんですけど、ぶっ飛ばしてやろうと思ってます。